日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新業一華です。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。改めましておはようございます、はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあそしてこの時間からご出演でございます、自由民主党衆議院議員斉藤健経済産業大臣です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝早くからありがとうございます。楽しみにしてました。いやー恐縮です。まずはですね、簡単ではありますがプロフィールをご紹介いたします。斉藤健さん1959年東京都のご出身です。東京大学経済学部ご卒業の後1983年に、通産省を今の経済産業省に入省されました。埼玉県の副知事などを経て2009年の衆議院選挙で初当選、その後農林水産大臣法務大臣などを歴任されました。現在5期目で、小泉進次郎元環境大臣とは当選同期にあったの。そうなります、はい、で通産省の入省同期は松井浩二京都市長。そうなんですよね。あと村上ファンドの村上村上さんとか私以外みんなすごいんですよ。何をおっしゃいますか大臣の、ね、で、先月23日、はい、まあ、あの経産省内で記者団の取材に応じて、はい、総裁選を目指す決心をした。私の憧れた自民党を何としても取り戻したい、その先頭に出したいと、はい、出馬の意向を固めたことも明らかにされています。吉崎さん の、はい、あのため池通信だとかを読んでいると、はい、斉藤さんの名前はちょくちょく出てきますね。あのもう古いんですけど、はい、斉藤さん、あの私この間ワシントンにあの出張して、うんうん、たまたまロズリンのホームパーティーに呼ばれたんです。ロズリン、で、ロズリン懐かしい。ベルベデールってマンションまだありますって聞いたら、あるんですよまだ。ロズリンって何なんですか。でそこにこの斉藤さんが住んでたんだよって話をした。地名ですね、うん、地名、あのもうみんな、うん、ってその時なんとね、はい、今の官房長官の林芳正さんも同じベルベデールに住んでた。そう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 、ご近所。私と同じマンションに1年間一緒に過ごしてて、へゴルフ一緒にやったりして、それが今官房長官と経産大臣、はそしてため池通信。人生わからない。わからない。わからないですね、え、はい、それがなんか今日たまたま今日ここでまた久しぶりにお目にかかるんですからね。それ何年ぐらい、33年ぐらい前ですよね。30年以上前ですね、なるほど。お互い青臭い議論を散々してまして30代前半ぐらいですね。そうこのままじゃ日本ダメだって、ずっとそういう感じなんですよね。その時って90年代の前半ぐらい。前半です。そうですね、前半ですね。日本は留学していて、はい、私は留学で、林官房長官が議員の、ね、スタッフとしてワシントンにおられて、で吉崎さんもおられてね、はい、結構いいメンバー集まってましたね。その時はみんな大したことなかったんですけど。そんなことは、その星雲の心じゃないか。元気はありましたね。でもあのそこからまあ30年経って、はい、ね、今回その憧れた自民党を取り戻した、やっぱり危機感がおありになるってことですか。あのね、まずね、怒りみたいなもんですね。怒り、うん、私は2006年の衆議院の補欠選挙に出まして、はい、そこでものの見事に落選をします。それで3年4ヶ月、まあ、地べたを這うわけですね。でその間ですね、職は失いました。収入もほとんど途絶えました。それから知り合いももう去ってったりしました。将来も失いました。でもね、自民党しかない。でも残念ながらどんどん自民党支持率が下がっていきまして、はい、結局2009年に私が初当選した時には野党になると、はい、で週刊誌の世論調査ってやるじゃないですか、よく、うん、そうすると全部ね、黒三角とか黒丸で、うん、絶対にお前は勝てっこないという絶望的な状況の中でも、うん、自民党しかないと思って戦ってきたんですね。で民主党からもお誘いがあったりしたんですけども、うん、いや自民党しかないと、うん、でなんとか生き残ってきたわけですけれども、うん、そこまでして、まあ、命がけで、まあ、憧れてきた自民党なんですけど、今の自民党は
そうではないという思いが非常に強くありまして、特にまあ不記載事件を中心にですね、まあ、これ不記載といってもいろんな方がおられて、まあ、あんまり大きな声で言えないんですけど、まあ、もらい事故みたいな人もいればやっぱり責任ある立場にあった人もいるので、一概にね、一緒くたにはできないんですけど、やっぱりその一部責任の事実をね、責任のある立場がある人たちの、まあ、態度とかね、見ていて、これは私が憧れた自民党ではないと、やっぱり体質改善、党改革をやらなくちゃいけないし、やるなら今がチャンスだというふうに、まあ、強く思ったっていうことですね。だから本当に怒りみたいなものなんですけど、多分国民の皆さんも、はい、同じ怒りを感じておられたと思うんですけど、私は苦労したがゆえに、はい、やっぱその思いが強かった。派閥は解散すると言ったりとか、あるいは、まあ、総理はそのけじめをつけるんだと言って次の総裁選出ないと言った、でもまだけじめつけてない人いっぱいいるだろうってことですか。まあ、けじめと言いますか、やっぱりその自民党がどう見られてるかっていうことなんだろうと思うんですね。ですからそこのところは私は東京近郊の選挙区でもあるので大変厳しく受け止めています。で、一方で口はばった言い方ですけれども、これから日本厳しくなりますよ。その中で右行くか左行くかのね、大きな決断をこれからいくつもしていかなくちゃいけない時代を迎えると思うんですね。そういう時代において私は自民党しかないなと、背負うのは、と一方で思ってるわけですよ。だからこそね、この変えれる今できるだけの努力を、したいというふうに思ったっていうことですね。まあ、ちょっと抽象的で悪いんですけど、思いだけ言えば、はい、みんなが気にしてることを申し上げますけど、20人集まりますか。まあ、これはね、一切答えないことにしています。一切答えない。一切答えない。なるほど。というのはね、いろんな憶測を言われまして、何を言ってもいろんな解釈されるんで、もうこれ一貫して言わないと、いうこと。ただ多くの仲間が全力でやってくれてますし、私はやれると思ってます。まあ、これは、まあ、9月12日そうですね、はい、運命の12日、はい、なるほど。いや、昔、はい、渡辺芳美先生からよく教わったんです。ほう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 。20人集めるのがいかに大変かっていうの。当日の朝になって、はい、ごめんっていう電話かけてくるやつがいる。そういうこともあるんですね。だからね、ぶどまりを見込んどかなきゃいけないよ。なるほど。吉崎さんに教えを請わなくて集め方も、ね、具体的な政策について、はい、この後おはようニュースネットワークのゾーン、全国ネットのゾーンでも伺ってまいります。はい、この時間、そしてこの後7時20分頃まで斉藤健経済産業大臣とともにお送りいたします。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん、そしてスタジオには自由民主党衆議院議員で、経済産業大臣斉藤健さんにもお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。4、6月期の国内企業の経常利益、四半期で過去最高を記録。財務省が昨日発表した法人企業統計によりますと、今年4月から6月の金融保険業を除くすべての産業の経常利益は、前の年の同じ時期と比べて 13.2% 増え、35兆7680億円となりました。増加は6期連続、四半期としては過去最大となります。今日は自由民主党の総裁選に立候補を出馬の意向を示していらっしゃいます斉藤健さんにもお越しいただいておりますので、まあ、これ今後のね、この日本経済どう舵取りしていくのかというところをまずは伺っていこうと思いますが、どうしますか。まずですね、まあ、今日発表された内部留保にしても経常利益でもそうなんですけれども、はい、いよいよですね、長いことデフレが続いてきましたけれども、潮目の変化が本格化してきたなという印象を持っています。でこれまでもさまざまなデータが出てるんですけれども、はい、まあ、例えば私一番注目しているのは設備投資なんですけれども、はい、まあ、30年間ぐらいね、80兆とか90兆レベルだったのが100兆を超えるという30年ぶりですよ。それからまあ賃上げもですね、はい、まあ、今年の春季労使交渉は 5% を超える、5% 超える賃上げ、これも30年以上ぶりですよ。はい、でそういう潮目の変化があって、で今回この、ね、はい、
今朝報道されている経常利益や内部留保も、まあ、その傾向を、まあ、証明するようなデータなわけですね。で、今後の経済運営で大事なのは、この潮目の変化を元に戻さないってことなんですよ。うん、で、そのためには投資がしっかり伸びるような政策展開必要ですし、物価が緩やかに上がりますので、当然その賃金が、上昇する政策をしていかなくてはいけないし、さらにはですね、やっぱ物価があれば製造する人たちからしてみれば原材料費上がるわけですので、価格転嫁がきっちりとやれないと、はい、できないと、まあ、そういうことを考えながらこの潮目の変化を確実にね、新しい成長型の経済に移行できるようにできるかどうかがものすごく問われている瞬間なんだろうと思うんです。ですからこれから経済政策極めて重要になります。30年ぶりの転換ができるかどうかの私は正念場に来ているのではないかなというふうに思っています。まあ、今日の発表の法人企業統計ってのこれが反映されますと、はい、四六の GDP って改定値が出るんですね、来週の前半ぐらいに、はい、そうすると、うん、まあ、結構いい数字が出てて、うん、実質で 3.1%、 名目で 7.1% だったかな、うん、すごく伸びて、名目で607兆円って、初めて600兆円超えてきてるんですよ。そうですよ。で、それは確かにいいんだけど、はい、私がちょっと計算してみると、この GDP ってのは、まあ、年間の付加価値ですよね、うん、これがどういう形で分配されてるかっていうと、まあ、確かに雇用者報酬、まあ、つまり賃金は増えてんだけど、うんうんうん、結構ね、税負担とか社会保障が増えてて、そうするとね、可処分所得増えてないんですよ、はい、この3年ぐらいで、うん、で一方で家計最終消費支出っていう、要は出ていく方は、これは物価上昇で随分上がっちゃってる、うんうん、だから、うん、まあ、今多分企業部門とかあと政府部門はいいんだけど、はい、家計部門は結構苦しいんじゃないかって思うんですよね、うんうん、それもおっしゃる通りで、したがってそれをまあ打破するのは、持続的な賃上げがいかにこう継続できるかということにかかっているわけで、そこの環境変化についてはですね、これから最大限の努力をしていかないと元の狼になってしまうということなんだろうと思うんですね。まあ、そこら辺でその、うん、まあ、政策的な後押しもそうですけど、うん、そのまあ、分配政策というか、うん、例えば補正予算を組むとか、うん、そういったことってのは考えられるんでしょうか。まあ、この秋に、はい、岸田総理も表明していますように、うん、経済対策がやると、うん、言っていますので、まあ、そういう面では、うん、当然そのスコープに入ってくるんだろうと思いますし、まあ、この夏やりました電気料金ガス料金を下げようっていうのも、はい、まあ、今吉田さんおっしゃったような、うん、まあ、家計の負担を軽減するという効果もね、これは暑さ対策ではあったんですけども、うん、当然あったわけでありますので、まあ、経済対策秋にやるものについてもそういうものは、うん、ある程度当然盛り込まれていくんだろうなと思って、います。別にそのエネルギーに限らずですね、はい、これから検討していくということになろうかと思います。うーん、あとは、まあ、この国として何で稼いでいくんだろうというところ、うん、そうですよ、うん、はい、そこが極めて重要な局面になっています、うんうん、今ですね、これ強調したいのは、はい、私久しぶりに戻ってきたじゃないですか、うん、経済産業政策に、うん、世界変わってましたね、うん、つまりね、アメリカも中国もヨーロッパも韓国も台湾も自国産業ファーストで、うん、かつては考えられなかったような巨額の資金を、うん、政府資金を個別の産業に投入して、うん、自分の国の産業の競争力をいかに上げるかっていう競争が始まっています。うーん、私が通産省に勤務していた頃は、はい、こんな巨額の金を世界の国が個別の産業に投入する競争なんか考えられなかった。うーん、アメリカは2022年にチップス法という法律を通しまして、はい、半導体という一つの産業に527億ドルの政府資金を投入すると。うーん、7兆円ですよ。7兆円、はい、で税を負けるの融資をするのっていうのを全部入れると14兆円、一つの産業に。でこれから半導体は生成 AI ですとか、はい、それからまあ電気自動車ですとか、あらゆる分野で需要が世界的に激増します。でそこをやっぱり日本も取りに行かなくちゃいけないだろうという産業政策っていうものがこれから非常に重要になってきて、今北海道でラピダスプロジェクトという世界最先端のロジック半導体を世界に先駆けて勝負をしようと
ということで取り組んでいるんですね。ですからこれから伸びゆくもの、おそらく半導体もそうですし、それからまあ CO2 絡みですよね、はい、洋上風力ですが、そういうものが日本がどれだけ取りに行けるかということの競争、そこに勝っていかなくちゃいけないということなんだろうと思うんですね。おっしゃるように稼ぐって見てると、もう一つ、あのエネルギー政策も大変ですね。こうおっしゃった、まあ、今のエネルギー長期計画ってのは2021年に作ったもんですから、はい、あの要はウクライナ戦争の前だし、AI ブームの前だし、はい、つまり電力消費を減らしつつ、脱炭素やろうっていう計画なんです。はい、今後減っていくだろうっていう予想だった。それを今、3年後にガラッと変えなきゃいけないんです。だからね、私は、実は、大学出て通産省入って最初に配属されたのが資源エネルギー庁、エネルギー政策なんですよ、はい、それ以降ですね、もう30年、ぐらい、直接間接にエネルギー政策を携わってきましたが、来年の春までに吉崎さんがおっしゃったエネルギー基本計画を改定しなくちゃいけないんです。はい、未だかつてないほど今度の改定は難しい。これはやっぱり脱炭素も進めなくてはいけない、経済成長も犠牲にはできない、経済安全保障も考えなくてはいけない、そのバランスの中で答えを見つけていかなくてはいけないんですけど、これはね極めて難しい作業になっています。吉崎さんおっしゃるように電力需要増える、はい、でもどのタイミングでどのくらい増えるかを見通すことすら難しい状況になってきている中で、これは本当に日本のエネルギー政策の正念場をこれから迎えるなと、まあ、そういろいろあるんですね。だから、はい、やらなきゃならない課題が、課題が、でそのエネルギー運んでくるんだって海が安全じゃなきゃいけないけれども、なんか中国が測量艦を領海に侵入させてきたり、あるいは、領空侵犯をしてきたり、こことどう向き合っていますか。これはね、やはり私は中国は日本の5倍の軍事費を持ち、そして空母を3隻持ち、南シナ海の島を軍事基地化し、一体何故なんだと、その戦略目的は何なのかと、いうことを考えますとね、はい、私は冷静に考えれば容易ならざるものがあるのではないかなと、排斥するしかないし、その、まあ、現れがこういうところなんだろうと思うんですよ。何故に空母3隻持つんだと、何故に南シナ海で軍事基地を持つんだと、何故に日本の5倍も軍事費を、何のためだということを考えるとね、はい、やっぱりそれは何らかの強い意志を持っていると、単なる防衛だけではないと思わざるを得ないようなアクションが続いているということに対して、やっぱり日本も、はい、まあ、そういう危機感というものを持った上でね、対応していく必要があるんだろうなと強く思いますね。9月12日に、総裁選が告示されて27日投開票、27日ですね、27日です、はい、ね、というところで、さまざま政策について、伺ってまいりました。最後に総裁選への意気込みを。もうね、私応援してくださってる仲間は、中堅の日本自民党の将来を背負うような人たちが捨て身で応援して、くださっています。何としてもね、いい勝負をして、上り詰めたいと思っています。斉、藤健さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。先ほどまでね、斉藤健、経済産業大臣にお越しいただいておりました。まあ、政策のね、議論をしてほしいっていうことを、吉崎さん、様々なところで書かれていらっしゃいますが、ね、政策についても今日は、ね、いろいろ話ができました。そうなんですよね。今ほっとくと全部裏金の話になっちゃうんで、まあ、本当はね、もっと産業政策、はい、エネルギー政策、今のような話をもっと深めたいところなんですよね。まあ、特に現職が出ないということになると、はい、まあ、まっさらの中から新しい政策やっていくこともできるということですか。自民党総裁選っていつもそうなんですよね、はい、現職が出ないっていう時は盛り上がる。現職に挑戦した人は大体負ける。そういうパターンですからね。この本当はこれすごくいい、もう何年か先に向けた議論をするいいチャンスなんですが、ちょっとメンバーが多すぎるかなと。なるほど、今度は。
確かにね、現職がいると、うん、まあ現職は今までこういうことやってきたからこれを延長するんだっていう話になっちゃいますもんね。現職が負けたのって1978年の、はい、福田赳夫総理が福田大平の時だけですね。天の声はたまに変な声もあるというやつですね。あの時は予備選だけで終わってんですよね。予備選で福田さんが勝てなかったんで、もういいと潔く辞められたんですよね。で、あれがあるから、はい、やっぱりあんまりとことんやっちゃいけないんじゃないかっていう学習が残ったというふうに聞いてますね。あんまりこう角突き合わせすぎると後々亀裂が残り続けると大変だと、その後の40日戦争とか、はい、遺恨が残ったんで、もうちょっと紳士でやろうよっていうような話になったように聞いてますね。なるほど、当時はね、三角大福なんつって、福田、特に福田派と、田中派、高知会の軍団っていうのが、まあ今回は、10人以上がというような話もございます。さて、そんな中でね、周りの日本を取り巻く環境について、ニュースプラスワンはこちらのテーマです。北朝鮮への上陸作戦を想定した米韓軍事演習メディアに公開。アメリカ軍と韓国軍は朝鮮半島有事に備え、北朝鮮への上陸作戦を想定した大規模な訓練を実施し、メディアに公開しました。訓練は先月26日から始まって今月7日まで行われます。奇襲作戦を想定した、大規模な上陸訓練を、公開と。そうなんですよね。私一つ気になったのは、岸田さんが辞められて、はい、せっかく改善した日韓関係大丈夫かってこのちょっと気になってんですよね。はい、次の総理が、まあ、今のユン大統領と、まあ、うまくつながるかどうかっていうことなんですけど、そうするとね、一つ気になるのが政治日程、はい、というのはこのままいくと9月の27日自民党総裁選、はい、まあ、でその後、まあ、党三役選んだりするから、まあ、30日ぐらいに固まって、そうすると、まあ、翌週の後半に臨時国会を開いて首班指名、新内閣発足、はい、そうするとね、その次の週の10月6日の週が ASEAN の関連会議っていうのがあって、なるほど、これね、ラオスで開かれるんですが、はい、そこで日本と中国と韓国も招かれるんです、毎年。でそこで日中韓、ASEAN プラス3とか、はい、それから東アジアサミットとか、いろいろ開かれるんですけれども、はい、日本に出られるんか。10月6日の週っていうと、多分ね、代表、所信表明演説、代表質問とかっていう、はい、まあ、国会の日程が入っちゃうんで、そうするとなんか日本の首相、これ、欠席裁判になっちゃう恐れがあって、なるほど。これどうするんだろうと。まあ、まあ、そうでなくても中国が、なんか、はい、日本が来ない。アメリカも多分来ない。アメリカ多分来れないんで、そうするとなんか中国の独壇場になっちゃって、まあ、開催国も今年はラオスですから、そうですよね、まあ、あんまり強い立場で、はい、中国に対して押し返せる感じでもないんで、それはね、どうしたらいいのかなと。ラオス相当ね、高速鉄道とかいろいろ中国から投資も受けているし、はい、うん、そんなそのね、金主の中国に文句つけるわけにいかないですもんね。まあ、ですからさっきの海洋進出の問題とか、はい、それからまあこの米韓のまあ演習のこともそうなんですけれども、はい、東アジアのまあ安全保障に対して、日本はちゃんと物言ってくぞと、これをね、本当だったらやらなきゃいけない、出てって、ちゃんと行ってこなきゃいけないんだけれども、どうしたらいいのかなと。日程早めるか。なるほど、うん、もう9月30日に固めたその週に、もう国会開いちゃって、はい、とかね、演説まで全部やってと、で週末にはもう飛んでいく。そう、そのくらいしないとまずいんじゃないか。まあ、まあ誰が選ばれるかにもよるんですけどね。でその新しいね、総理は、その短い時間で全部ブリーフィング受けて、そうそうそう、頭に叩き込んで、中国と渡り合わなきゃいけないと。タフですね。いや大変ですね。
でそこに臨時国会が立ってるということになると、うん、解散はみたいな話も解散日程がまた難しい。今年あのね、うん、アメリカ大統領選挙もありますんでね、11月の5日ですもんね。 そこをどうする、そう悩ましいとこですよ。なるほど。まあ、韓国との、ね、関係のところからアジアとの関係、そして世界とお話をいただきました。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、ます気象に関して、取り上げてまいります。この時間ここだけニューススキップアップ。今年6月から8月の平均気温、去年に並び過去最高を記録、暑すぎる日本の夏の理由。気象庁は昨日、今年6月から8月の日本国内の平均気温が平年に比べ 1.76 度高く、去年の夏と並び過去最高だったと発表しました。もう毎年異常気象だ異常気象だって言ってる感じがあるんですけれども、どうしてこんなに日本の夏は暑くなったのか専門家に伺ってまいります。気象庁異常気象分析検討会の会長で、東京大学先端科学技術研究センター教授の中村久さんです。電話つながっています。中村先生おはようございます。おはようございます。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。あのこの暑さね、中村さんの研究チームが今年の7月に海洋熱波が猛暑をもたらすメカニズムというこの論文を発表されましたけれども、海が暑いとこれ陸も暑くなるってことなんですか。はい、あのそういうことなんですね。でこの海洋熱波というのは、はい、海面の水温が、まあ、異常に高い状態、具体的に言うと、まあ、10年に一度あるかないかという、まあ、そういうレベルの、 あの水温が高い状態が、まあ、一定期間続くことに、それをあの海洋熱波と呼んでいます。で昨年の夏はですね、はい、あの北日本、特にあの太平洋側で実は記録的なあの高温、平年よりも相当に気温が高いという状態だったんですけども、あの北日本の太平洋側っていうのはですね、はい、あの普段あの北から流れてくる親潮の影響で、あの水温が比較的低くて、はい、でしかもそこにあの南の方から暖かくて湿った、まあ、季節風が流れ込んで吹いてきますと、あの下から冷やされるんですよね、はいはい、でそうするとあの水蒸気が凝結してあの背の低いあの雲あるいは霧を発生させるんです。はいはい、でそうしますとその雲が日射を反射して、まあ、ある意味天然の日よけの役割をあの果たしてくれるわけなんですが、ところがこの海洋熱波が起きますと、はい、あのその下で 熱が下からあの、まあ、与えられることになるんで、まあ、そうするとあの下層や霧がですね減っちゃうんですね。でそうするとまあ日よけがなくなったということで、はい、海にまあ直接日射が入って、まあ、もともと高い海水の温度がさらに上昇する。でそうすると、はい、蒸発がまた今度盛んになりますと、はい、あのこれ水蒸気って温室効果ガスなんですよね。ですから特にあの夜の気温を下げにくくすると、まあ、こういうようなあのいくつもの、まあ、あの過程がですね、まあ、重なってこの、まあ、あの記録的な海洋熱波が北日本、特に太平洋側の、まあ、沿岸域の気温を特に上げたというふうに考えてます。うん、なるほど、そっか、去年は北海道とか、もう太平洋沿いは暑かったみたいなのが、こういう原因があるわけなんですね。うん、そうなんですね。あの北日本あの天気がいいと、あの海風が入るんですけど、あのところが海が温まってるもんですから、はい、海風が入っても涼しくならないと、まあ、そういうこともあって、あの異常な高温になったと、いうことなんです。この海洋熱波っていうのは今年はどういう動きなんですか。はい、実はですね、あの今年もですね海洋熱波起きてます。でそれがあの今年のあの
暑い夏の、はい、まあ、要因の一つになっていると考えてまして、あの北日本のですね、はい、三陸沖ですね、うん、これがあの、やっぱり温度が水温が高い状態がまだ続いてます。三陸でですか。はい、あの去年と同じで親潮が北に退いてしまいまして、はい、代わりにあの黒潮系の水がこう一気にあの北上して、はい、まあ、それでも完全にあの入れ替わっちゃった状態なので、はい、ちょっとあの海面から少し下を見ると、まあ、100メーター、はい、50メーター100メーター下は、まあ、平年よりも10度ぐらいも高い海域もあって、そんなに違うんですね。それ、それぐらい極端なことになってます。で今年はさらにですね、はい、日本の南ですね、沖縄からその日本の南方海上にかけても、はい、実は海洋熱波の状態で、あのそれもあってですね、はい、あの、西日本あるいはその南西諸島の方もですね、その影響もあってあの記録的に気温が高いという状況になってます。なるほど。スタジオには吉崎達也さんいらっしゃいます、はい、中村先生、これあのいわゆるエルニーニョとかとは何か関係があるんでしょうか。ですね、直接はないんですけども、うんうん、あのエルニーニョはあの熱帯の太平洋の方で、うんうん、あの水温が普段よりも高くなるんですけども、うんうん、はい、まあ、そういうその逆がラニーニャと言いますけども、まあ、ラニーニャのような状態が実は、おととしですかね、うん、までちょっと連続して続いてたので、その影響が、まあ、大気温の流れを変えて、はい、まあ、風の吹き方を変えて、まあ、それがあの一つ、北太平洋の、まあ、中緯度であの海流の流れを少しあの北の方に押し上げる効果もあったんじゃないかということは、あの言われてはいます。なるほど。いや、我々がその小学校ぐらいの時って、うん、その親潮とね、黒潮の、うん、はいはい、ぶつかる潮目っていうのが、うん、まあ、銚子のあたりとかね、はい、あの辺だって、そうでしたね、もうどんどんじゃあこれが北に上がってるってことなんですか。特にあのここ2、3年はですね、あの北に上がってしまって、うん、で、あの、まあ、かなり今はあの上がって黒潮系の暖かい水が北海道の沿岸近くまで今、はあ、あの北上しちゃってるというそういう状況になっています。ああ、去年根室でブリが上がったみたいな話がありましたけど、それってこの影響なんですか。はい、あのやはり、まあ、どういう魚あの取れるかということで、はい、いろいろあのやっぱり南方系の魚が、うん、あの北の方で取れたりとか、まあ、そういうような水産業への影響ってのはかなり起きてるようですね。逆にあの、ね、北海道の名物とイカが取れないみたいなことっていうのもそういうことですか。はい、はい、それも影響してると思いますね。あの台風なんですが、この間のはあれだけ迷走したとかっていうのもこれもやっぱり海洋熱波っていうのは影響してるもんですか。あの瞑想自体はですね、はい、日本の、まあ、この時期あの少し北側を流れてるあの偏西風が、はい、まあ、北にさらに上がっていることと、それからそこのそれの影響もあって、あの寒冷渦っていうのが、はい、日本の南にあの低気圧ができたんですね。でそれに引っ張られるようにあの台風が西へ、はい、当初の予想よりも曲げられてしまったと。でそこは実は先ほど言った日本の南の海洋熱波の海域だったんですよ。はい、だから急速に台風発達して、はい、でそれであの九州上陸直前までですね、ずっとあの非常に強い勢力を保っていたと、まあ、それに海の暖かさが、寄与していたとうーんいうことなんですね。あ、そうすると水蒸気をたくさん蓄えた状態でこう台風進んでいくってことになったわけですか。はい、そういうことです。あの台風のエネルギー源というのはあの暖かい海からですね、あの供給されるあの豊富な水蒸気なんですけども、はい、まあ、あの海洋熱波がありましたので、今年の日本の、まあ、南の海上って実は海面水温が30度以上あったんですね。はあ、熱帯並みに暖かいので、あのもうどんどん水蒸気が供給されて、まあ、台風が急発達してその勢力維持したまま、まあ、九州に上陸したと、まあ、それなので雨も相当に降りました、はい、風もなかなか大変だったということになります。なるほど。最後に今後どういった見通しでしょうか。まあそうですね、一
線海洋熱波、特にあの海流の流れが大きく変わっちゃったような海洋熱波って、はい、なかなかの持続性があるんですよ。ですからそう簡単にですね、はい、収まるというようなことはないだろうと見ていますので、はい、しばらくちょっと同じようなあの状態が、あの、まあ、弱まりながらも、はい、あの続く可能性が高いですね。大気に比べて海はゆっくり 変化しますので、はい、その影響が、まあ、ですから長引く可能性があるということです。なるほど。じゃあ毎年暑い夏とそれからこの強い台風っていうのは警戒しとかなきゃいけないわけですね。はい、これから特にあのこの夏もそう、あ、このこれから秋もそうなんですけども、あの東海上がすごく暖かいですし、南も暖かいんで、日本にあの接近してくる台風がなかなか衰えづらいという、まあ、そういう影響が、はい、あると思いますので、はい、備えが非常に大事かなと思います。いや、今後もまたいろいろ教えていただければと思います。朝日からどうもありがとうございました。はい、とんでもございません。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。東京大学先端研究教授中村久志さんにお話を伺いました。